こんにちは。今回ご紹介します商品はこちら、ザ・ダイソーのスタンディングライト、ホールディングタイプと英語で書いてるんですけれど、まあ、日本語ではスタンドライト、折りたたみタイプ、明るさ3段階、330円の商品です。はい、こちらがその商品です。結構ね、かっこいいというか、スタイリッシュな、電気スタンド、スタンドライトでございます。で、これ、パカッと開くと、これ無制限に角度調整できます。まあ、自分の好きな角度に、開くことができますね。で、電源は、この、黒いボタンが電源ボタンです。これ一回部屋の明かりを消します。はい、こんな感じ、暗くなりましたね。で、明かりつけます。はい、こんな感じ。はい、これ一番小さな明かりなんですけれど、はい、顔がはっきり映りますね。で、これもう一個ボタンを押すと、中くらいの明るさでございます。そして、これが最大の明るさというふうにして、まあ、3段階の明るさ、調整できます。結構明るいですよね。はい、部屋明かりつけます。はい、そしてこれもう一回押すと電源、ライト消えます。そして、これは乾電池式です。この底辺、この底面のところに、電池蓋があって、ここでね、炭酸乾電池3個で、ライトがつきます。はい、これ蓋閉めましょう。ですんでね、ベッドの横に、また枕元の横に置いたり、あと、まあ、勉強する際にもね、机の上にこれを置いて、明かりをつけて勉強することもできますし、あと災害時、台風とか大雨とかね、何か災害があった場合、まあ、乾電池は必要なんですけれど、まあ、乾電池をね、備蓄しておけば、災害時にもね、このスタンドライト使えるのかなというふうに思います。はい、ということで今回はね、ザ・ダイソーのスタンディングライト、ホールディングタイプ、スタンドライトをね、ご紹介しました。330円です。はい、ぜひね、これ1台あると便利、良いかもしれません。ぜひお試しください。今回はこの辺で失礼します。